今までのハウトゥーは部分的なところです。じゃあ広い視野で見たら何が必要なのかっていうことを今日は説明していきます。はい、これが重要です、はい。足にずっしり体重が乗っているのか。どうも、こんにちは。サーファーズの安井匠です。本日の、このトークの、来たなぁと思ってる人は、多いと思いますが。ハウトゥーでも、普段の、こう、技の解説とかではなくて、ちょっとこう、視点を変えたハウトゥーになってます。っていうのも、ハウトゥーの、例えばボトムターン編とか、オフザリップ編、カービング編とかいろいろある中で、はい、それってものすごく部分的なところを見ている状態ですよね。部分的なところを見て、この技はこういう風にするのがいいですよっていう話なんですよ。じゃあそれをもっと引いてみて、それで何が必要なのか、サーフィンに必要とされるものとか、いい部分とか、そういうのって何なのかっていうことを今日は話していこうかなと思います。なんで結構、こういうことを言ってるやつはいねえんじゃねえかなと思いますんで、ぜひ最後までチェックお願いします。まずですね、じゃあサーフィンってどうやったら上手くなるのって思ってる人多いと思うんです。はい、どうやったら上手くなるの？大事なことは、引いて全体像を見て、適材適所は何か、そのセクションに求められてること何か、みたいな。まあなんかその、広い視野と部分的なところで見ていくと。今までのハウトゥーは部分的なところです。じゃあ広い視野で見たら何が必要なのかっていうことを今日は説明していきます。まずですね、サーフィンに最も重要なこと。それはスピードでございます。スピードが命です。はい、じゃあそのスピードっていうのはどっから生まれているのか、はい、いいね、スピードどっから生まれてるんでしょうか。確かにね、もちろんこれは波自体が回転していますんで、はいはい、これ自体がパワーになって、はい、その波の上に乗ってる僕たちはそれだけでもスピードをつけることができるんです。そうですね、はい、ね、まあこれまでのハウトゥーでは上から下にっていうことを意識して、はい、まあ波に高さがあるんでね、はい、もっと言ってしまうとこの回転を使って板の上で水の揚力っていうんですかね、こう飛行機とかが空中に浮いていられるじゃないですか、うんうん、なんかそういうようなこう波の下のパワーをどれだけ最大限に引き出すかっていうことがポイントになってくるんですよ、はい、じゃあ、いやでもそんなこと言ったってさ、波のパワーの引き出し方なんてさ分かりっこねえよって思ってると思うんです。簡単です。板がそうなってるんだ。板が揚力を引き出せるようになってるんです。で、今のサーフボードを見る限り、今のサーフボードですよ、レールを寝かした時のみ揚力が発生するんです。っていうことはスピードをつけるためにはレールを入れなきゃいけないんですよ。トップからボトムでレールを使うということ。じゃあでもレールを使うって言ったってもっと重要なことあるでしょって。そうなんです。スピードをつけるためには、つまり、体の使い方が重要なんです。そうですね。はい。まあ、レールを使って揚力を得る。これがスピードのつける秘訣。で、レールを使うためには、体の使い方が最も重要であると。ちょっとまだね、もう一つ説明したいことがあるんですけど、先にじゃあ行っちゃいましょうか。もう一つ。
もう一つはね、はい、もう一つはオフザリップがしたいとかカービングがしたいとか、はい、この技がしたいって思うじゃないですか、はい、でもその技は今乗ってる板と今乗ってる波、これから乗る波、それに適しているマニューバーをイメージしてるかっていうことが重要なんですよ。なるほどね。これが要はがっちりハマってないと、はいはい、技が決まらないんです。その通りの技ができないんです。なるほどね。この2点が僕が思う波乗りに一番重要なことなんです。どれだけ体をうまく使ってスピードをつけるか、今乗ってる板がどういう動きをして、で今のその波に対してどういうマニューバーを自分が思い描いているのかっていうことが重要なんですよ。なるほどね。でまた自分の思い描いたそのマニューバーとか波とか、はい、それに自分の体がその通りに動くか動かないかっていうことも重要になってくるんです。難しいねこの点を押さえることができれば、はい、もう簡単です。だけどこれを意識することが難しいんです。そうです。これまで僕のハウトゥーを見ていただいていた方だったら、今僕の言っていることも多分なんとなくは理解できると思いますし、あのサーフィンって一番反復練習ができないスポーツなんですよね。そうですね。他のスポーツに比べて同じセクションがもうないっていうか、その常に波の上って変化してるんで、そこが一番難しいところだと思うんですけど、その他のスポーツでやってる反復練習を陸でするためにはどうしたらいいのか、イメージトレーニング、つながりました、つながりました。なんかイメージトレーニングをする、そのイメージトレーニングは僕はですね、最近骨の動かし方という考えているんですけど、なんでリップの時にどういう体になるのかっていうのをイメージする時に、どういう骨の形をしているんだっていうところをイメージトレーニングしてもらった方が早いのかなって思うんです。そこで僕は今日あの最強のカエル天のほぼない立ち方を紹介させていただきます。はいはい、じゃあ早速形の方を説明していこうと思います。まずいつものサーフィンするスタンス作ってください。はい。でその次に足の向く方向は平行にしてください。例えば開いてしまったり内側に入ってしまったり、はい、どっちかがこうなってしまったり、はい、っていうのはなしです。まあ、平行です。平行に立って骨盤を起こします。はい。で、これが普段の生活でも正しい体の使い方で、これなんでいいかっていうと、例えば骨盤をこうすると、肩が中に入って、これも正しい使い方じゃないんですよ。うん。起こすと自然と肩甲骨が後ろの方に来るようになってるんですよ。うん。これが一番こう足にずっしり体重が乗る。はい、これが重要です。はい、足にずっしり体重が乗っているのかっていうことが重要なんです。はい、でその次にこのままの状態、骨盤を起こした状態で下に腰を落とします。はい、でこの時のポイントとしては、こっから前に体が折れて倒し込んでしまったり、はい、腕が上がってしまったりっていうのは適切な、しゃがみ方ではないです。はい、しゃがむというのは腰を起こして体を起きた状態でそのまま腰を落とすということです。はいはいはい、はい、今このままの状態で腰を落とすっていうことをしましたよね。はい、その次にあともう一点あるんですよ。この内側に何かを挟んでるようなイメージで、はい、前も言ってましたね。はい、これです、これです、これです。これが波乗りにおける最強の立ち方です。これがもう基本的な姿勢と。これは、もう一回やってます。これはもう変える必要ないです。最強です、これ。いきますよ。はい。
これです。このぐらいの高さです。横向きがいいな。ちょっと。あ、いいね、いいね。こういう感じです。はい。これで、例えばですよ。体をこっちに倒します。体をこっちに倒して、波のトップが近づいてきたら腰を前に出してあげるんですよ。はい。そしたらもうボトムタウンです。カラビングもそうです。はい。このまま腰を落とします。はい。体を後ろに倒します。はい。エンドが近くなってきたら腰を前に押し出してってあげるんです。はい。カービングです。それさあ、バックサイドボトムターンもそういうことです、ね。そういうことです。はい、二通りしかないんで。サーフィンは二通りしかない。サーフィンは、レールは二個しかないんで。そうだね、はい。左右のね。要は、こっちに倒すか、後ろに倒すか。確かに。どっちかなんです。で、最強の立ち方はこれです。なんで最強か。重心ぶれないんです。重心ぶれないとどうなるか。さっきの話思い出してください。揚力を無駄にしないんです。波の力を無駄にしないんです。最強なんです。あっちゃんみたいな。最強です。じゃあまず、その体勢をまず一回やってもらったらちょっと。何かが変わると。何かが変わるか。いやでもね、こんなことね。いや俺オンラインスクールやってんのに言っていいかなと思ってたんですけど。いやでも、その、こう、いろいろね。こうね、最近だと骨の使い方とか、体の使い方っていうのは、何が本当にいいのかっていうのを追求した結果がこれでございます。まあ、僕のオンラインスクールでは、こういう全体像というよりも、部分的なところを見て、いろいろな、こう指摘をしていけたらなと思います。まあ、なんで、これが僕の思うサーフィンの基本形ですね。まあ、普段の生活からも、骨盤を起こした状態で、骨を意識して、ここの骨、ここから下の、ここの骨です。を意識して歩く。っていうことも、ものすごく重要なんで。なるほどね。その、意識するだけでサーフィンにも。全然変わります。うん、だって普段から体の神経を鍛えてるのと一緒なんで。イメージトレーニングするときにも、めちゃくちゃ役立つんですよ。今日は、ちょっと一歩引いた視点でね。サーフィンを僕なりに解説させていただきました。それでは最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、インスタのフォローもお願いします。それではありがとうございました。